買いかけ温泉会係温泉所在地買いけ温泉は、日本の北陸地方東部にある苗場山の北東中腹の渓谷、行政上の新潟県南魚沼郡湯沢町、三つ股に所在する温泉。自家源泉。自然に出。湧出量は、毎踏み約400リットル。泉温が摂氏37度前後であり、ぬる湯として知られる。ほとんど度。 無色透明で、塩味がある。眼病に対する効能が高く、古くから、日本三代目の湯、日本三代目の温泉の一つとされてきた。他の二つは、うばこ温泉と、ぬるま湯温泉である。露天風呂は、源泉かけ流し風呂と、無加水、熱交換加熱で、約摂氏41度に消温した風呂がある。合計七つの湯船に豪快に湯が注がれている。 冬の静かな山中での雪見露天風呂は、風情がある。標高約800メートルの山中に、重厚な焼屋作りの一軒宿、貝掛かり温泉が営まれている。当宿を経営する、株式会社貝掛け温泉は、日本人を守る会の発足会員の一つ。清津川から、支流、笠川に入って、すぐの渓谷にあり、両川の合流点にある貝掛け橋を渡ると、 その先には貝がかり温泉と谷間の自然だけがある。宿の池には、地域の名物である錦鯉が泳ぐ。日本三大渓谷の一つ、清津郷は、下流に位置する。平家湯伝説によれば、巡礼の旅路にあった鎌倉時代中期の臨済州の、僧白白海赤暁禅寺によって発見、平家湯されたという。1975年4月、 日本人を守る会の発足会員となる。1983年の上越新幹線開通と1985年の関越自動車道開通により、都心との距離は大幅に縮まった。温泉は三国峠を越える国道17号線から見て清津川の対岸にあり、人も車も宿の専用橋を渡る。積雪期は、と国道から橋までの道路は、 宿の人が毎日除雪しているが、周辺は、苗場、神楽三又、つまた、沢等のスキー場もある、豪雪地帯。越後湯沢駅からの路線バスで向かうと、宿の人が迎えに来る。ありがとうございます。